パタヤの水上マーケット有料バージョンにお邪魔してみました。なんか盛りだくさんですね。いろいろといっぱいあって、中央エントランス入ったら、なんか向こう側になんか説明を、ここからほらになんか説明をしてくれるん でそのまま奥入っていくと、もうチケット売り場でお金払います。1人200バースなんで200バース、2人嫁と2人なんで400バースありました。まあ、ここまで来るタクシーは別ですよ、もちろんね。このままエントランス入っていきます。なんか腹の中のこれ分からないよ。腹の中、いやいや腹の中の道エントランスやで。これかこれ、なんか手にスタンプをしてくれます。じゃあエントランス中入りったけど、ガラガラやな、ガラガラやで。元気ないんかな。あ、ここがちょっとマップになってるね、地図、この後ろ地図、なんかこんな風な地図になってて、今どこやろうな。 We are here って書いてないやん。なんか帰っていったで、バスが。今バスの兄ちゃんが帰っていきました。バスの兄ちゃんが、この子ちょっと可愛い。じゃあまあまあ、入り口でぼーっとばっかりしててもしょうがないんで、ちょっと中へ進んでみます。来た場所は水上ビレッジ一応ね、なんか地面にこう矢印書いてあるんで、この矢印通り行けっていう話ですな。でも俺は嫌なのでちょっとずれてみます。なんかね、どうやらショッピングセンターですね、これは。このショッピングセンターやったら、向こうのカモソックの方向にあったところの方が本物やんな。これは確か人工的に作られてるもんな。すげえ、こんなジャンボ級やな。これ一瞬何もおらんように思うけど、端っこに生き残りがおる、お魚さん。あとは獣からっぽやな。水がね、濁ってるっすよ。あ、まあ、BTS ハットで VTS ハット。これタイランドの帽子や。あ、それいいやん。目かな。ちょっと奥に2、30メートルほど歩いてきましたけど、ショッピングセンターです。水の中に建物があって、ショッピングセンターです。これはどれや。これじゃん。ケツ。ケツ綺麗な。ケツが綺麗な。ホットクリーム。ちょっとなんやわからんけど、ちょっと船に、この船にちょっと後で乗ってみようかな。あの船に乗る勇気君にあるかね。あるよ。ひっくり返したけど。船に乗るためのチケットがどうせまたなんかあるんじゃ。なんか外に大々的には看板がある。フローティングビレッジって言って。こうフローティングマーケット。これは外国人用の入り口って書いてある。どうだよな。このスモールボート乗ろう思ったんですけどね、一人800バーツやんな。二人で1600バーツやるなんて、そこまでの金額を払って。目の前にでっかい子が、でっかい子おるで、でっかい子。はい、チーズ。金取るのかい。結局、お金取られておりますよ。ほや、それ。20でいいんじゃん。そんなんあるんだ。え、いや、100でいってんで。すごいな、これ。金取られる、金。有料って書いとけよ。これ何や。テラ、大きなテラや。象がなんかこう踊っとるで。あ、またなんかこうやって金取られるんちゃうか。結局最後金取られるかな。
金払え金払えって金払え金払えあでみんな金払っていけへんやんけ。あ払っていけはるわ。諦めて払いはったで。払っといて。何やろなこれ。クールたこ焼き。これ美味しそうやけどな。たこ焼き。たこ焼きって書いてあるの。ほんまにたこ焼きかどうか試したいと思う。たこが。クールって書いてあるから。けど、あってから冷たくないと思うな。で、ちょっと行ってみたい。ワンハンドリッグバース。マイコンだ。タコが、タコが丸々開いてるからな。もう何を買ってるシュン。バイ。バイ。ちょっとあのこの人たちバックになんかねタコがね丸々1匹入っとるんですよ。中に入ってるタイプちゃうんやな。だから口に入れた瞬間タコが多分来ると思うねん。そりゃタコやしな。ちょっと一口でいけるん。タコはねタコ焼きの中に入ってないんで見た瞬間熱いのとタコの注意な感じが強烈で、まだ口の中残ってんのは基本的にタコ。ほんまタコかな、ちっちゃいタコ。一口これ、一口は難しいわ。俺一口食ったけど大変やったでタコちぎられんやろ。タコだけ残るんじゃそれやったら、うん、危っ。一緒に食わんとな。あのタコの足だけやろ、頭がないやろ、うん、まあ頭がないよな。クールたこ焼きなんですけど、なかなかクールでしたね。パタヤの水上マーケットはどうやらあの通常の水上マーケットとか、なんや水上ビルとかあるじゃないですか。そういうところを模してちょっとアミューズメントパーク的にちゃんと入場料を取ってお楽しみくださいっていうパターンやなっていう感じのところですね。なんかやってあります。普通ビヨン多分 これがひたすら回ってますよ。食ってみるこれ、なんかヨータビヤンは怖いわ。めっちゃ回ってるやん。ちょっと船の上でせんべい焼いてあるんで、せんべいがね1個10バースって書いてあるから食べてみようかなと思って。せんべい1個ちょうだい。せんべいライスワン。 Excuse me ライスワン10バーツです。10バーツ焼いてずっと一生懸命焼いてくれてるな。米粒粒、美味しそう。ちょっとね人が多すぎるんで避難してきました。あやばい、携帯踏んづけた。これがなんか1個10バーツ、10バーツ30円のお菓子ですね。せんべい、よう見たらこう米やね。タイ米かな。あでしょうね。うわうまい、うまい。醤油じゃなくて塩かけてくれてるんですよ。あだからな、焼きおにぎり、焼きおにぎりのタイ米版、おいしいよ。うん、今度また探し出してみて買ってみてください。多分他だともっと安いと思います。ここ10バーツ。あの美味しかったのは焼きバナナです。焼きバナナが最高にうまかったです。今までほんまに食べんかったけどね、食べてみると意外と美味しい。芋っぽいっていう人もいますが、確かに芋っぽいですけど僕はバナナだと思います。以上です。焼いた米があまりにも美味しかったので、ちょっと焼いたバナナにも挑戦してみたいなと思います。再び米売り場に向かって、なんか水上のボートで
やっとるんやね。ちょっとこれバナナ。バナナ。バナナ。ワンピース20バーツ。20バーツ。Here you go. You want some sweets? Sweet. Ah, sweets. Okay. なんかスイーツのタレをかけてくれるっていう。ママちゃんいらん。ちょっとだけ味見してから。味見してる。こんな感じ。あ、切ってくれる、切ってくれる、切ってくれますよ、ちゃんと。あれがスイーツのタレ。Thank you. ありがとう。Thank you. カップンか。いただきますよ。じゃあ向こう行って。めっちゃ甘そうやな。甘そう。すげえ甘そう。スイーツ、めっちゃ甘そうなスイーツ。甘そうやけど、うまいっていう可能性もあるかな。この斜めになった椅子で、持ってるものが全て斜めになる。焼き芋？うん。なんか嫁さんが言うにはバナナやけど焼き芋みたいな匂いがするらしい。芋っぽい。うまそうな感じやな。ちょっと俺もいっちゃもらおうかな。じゃあ早速焼きバナナ行ってみましょうかね。なんか綺麗に焦げてんね、見て。バナナなのに焦げてる。さつまいもの焼き芋に似てる。確かにさつまいも似てるけど、でもちゃうで。食べたら雰囲気が、多分焼いてるから雰囲気が。結構食べる。うん、甘く似てるやろ、雰囲気。さつまいもに。やけど、でもバナナやで。うん、これ人間なんか雰囲気が似てるからさつまいもやでって言うけど、バナナや。バナナを焼いてるんですよ。うん、味もバナナや、間違いない。ちゃうか。芋っぽい。芋っぽいか。芋っぽいけどバナナやろ。バナナと思うからバナナや。何も言わんと。バナナ。あ、これ、あ、芋と思うかな。うん、ということらしいですよ。嫌いじゃないでも。嫌いじゃない。二つ食べてる、珍しい。うん、いつもこういうとこ行ったら何も食べへん。焼きバナナ、焼きバナナ食わず嫌いで食わんかったけど、食べたら美味しいな。美味しい。もう完食しそうやもん。残り1個、1個しかない。完食します、珍しくね。完食。この辺はちょっと村の外れやな。ヤシのなんか、帽子やな。なんかご多分に漏れず、変なお姉さんの格好をしたおじさんが立ってるんで、それはもう100バーツとかお金を払うつもりで写真を撮りましょう。もうニコ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 してるかどうかわからないけどね、仮面かぶってるから。それとも何バーツかお金をよこせって言うてくれるんで、言うてくるんで、それはそれで面白いかもね。またまた日本語わからない。おっさんが握手してこようとしたんで、おっさんがね、もうこのおっさんそもそも顔あんま可愛ないし。ヒゲのちょっと暑いんでバナナジュースを飲みたいと思います。というか、あ、これ結構ジューサーミキサーしてくれてる。あ、来た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 。バナナジュース、バナナジュースや、バナナジュースや。 Thank you。 さっき焼きバナナ食べて、今度はジュースを飲みます。ああ暑い。このバナナジュース40バーツ。うまい。なんか座るとこに困るよね。一応まあこういうところ、普通の店の中テーブルと椅子が置いてあるんで適当に座ってますけど、いいのかしら。ここはなんか席っていうよりもこの店の中やな。インサイドやな、ほぼ店の中。まあでも店の中にテーブル置いてあるからな、きっと座ってもいいんやろ。ドリアン食べたいの。歌ってねえじゃねえか。ご陽気やな、ご陽気。さんざん水上マーケットって歌ってんのに、なんかいきなり
スーパーみたいなとこがありますわ。あ、でも涼しそうやで。あ、涼しい、めっちゃ涼しい。これ何やろな、ロレアルとかあるもん。車庫が、これが8車庫が100バーツ。 What's the name of the Thai language? Gun? This is a gun. Gun? 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 Gun らしい。ちょっと食べてみたいと思う。生じゃないよね、まさかね。焼いてくれるんやろな。あげるのかな、あげるんかな。どうすんねん。あ、これやん。これ、これであげてくるの。ちょっと待って。あげるんだよな。おおおおおおお。最高。え？スパイシー。ノー、ノースパイシー。ノースパイシー。お腹痛くないんで、ノースパイシーでお願いします。この中で多分、シャコがピーピー言うてるんやろ。えな。美味しそうやで。念願のシャコ。この屋台で、シャコ食べます、シャコ。来た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 。上がってます、上がってます。シャコが上がっております。めっちゃ香ばしい匂いするわ。あと混ぜてくれんの。めっちゃ上がってるやん。でナッツをかける。ナッツをかける。いいね、シャコ。シャコ食べたかったんだよ。シャコ8個分で100バーツ。これ、このままいく？1個食べてみてどうか。ノンスパイシーやから、そんな食べないんだ。いいね。じゃあ、いってもらえますか、ももちゃん1個。シャコ食べたことないから、どうやって食べたらいいか分からへん。よ、もう分からへん。食べたことないけど、なんか、すごいな、ゴキブリみたいな感じが。うん、このまま行ったのかな。ま、食べにくい。けどうまいね。身がな、あんまない。あー、ほぼ辛みたいな。うん、あのーれ。どうぞどうぞ、行ってください。な、風味は美味しい。美味しいよな。風味が、風味で食うようなもんやな。うん、身がな、あんまないね。身が。美味しい美味しい。シャコ。刺さるっちゅう。うん、美味しい。念願のシャコ。身ちょっとしかない。完食しました。念願のシャコ美味しかったんですけどね。なんか勢いよく油の中入れてるもんやから、多分身全部油の中に落ちてんじゃねえかな。あのね、食べるとこがほとんどなかったんですよ。まあでも、もうちょっと料理のやり方を工夫して、なおかつ100匹ぐらいまとめて皿に乗っかってたら、シャコパーティーできそうですよ。美味しい。あ、こっちは違うのか。向こう側はフードパークや、ママ。ああ、でもこれもフードあるやん。うわ、サソリやで。サソリとイナゴやで。食べる？食べる。結構奥まったところに入ってくると、街中の通りを歩いてると変わらん感じがします。ただね、唯一違うのは床がね、お、床がベコベコする。やっぱ多少こう水準に浮いてるんやろうね。いくらするの150バーツ聞いてみたら。あ、150バーツって書いてあるわ。ディスカウントしてる、ディスカウント。全然派手さがないよな、この辺の T シャツは。なんかこういうの派手さがないもんな。このママちゃん好きや、これな。これこれか、あれか、どれ、これか、あれか、やっぱこっちかな。どれどれですか。あ、これ、こっちかやったら、分からんな、俺にもな。やっぱりこっちかな。分からん。白地にちょっとして柄しか入ってないの。電波の方がええんちゃうの。導電波って、これこれこれ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。あ、あー、電波な感じ。なるほどね。あ、これ値段書いてある。ここに150バーツ。S サイズ、スモールサイズ。これにすんの。字書いてあるだけや。あ、ちゃうか。ゾウさんもるわ。これを買おうそうな。
すんげえシンプルやで。これこれゾウさん、親子のゾウさん。でもこれもゾウやん。でも可愛いね。どっちもシンプルやけどな。ちょっともうちょい見して、もう一回見して。おお、なるほどね。おお、なるほどね。どっちがいいと思う？わし？わしはちょっともガラついてる方が好きやから。フローティングマーケットって書いてる。こっちの方がええわ。どうしようかな。一応決まりました。さっきの丸っこいやつ。マッタリンコ丸っこいやつ150バーツだそうな。水陸ヨーヨーやな。なんか上に上がってきた。来た。おお、上がってきた、上がってきた。これどっかまた行くんかな、上。水陸ヨーヨー車。屋根に引っかかるんちゃうか。引っかからずに行くんかね、これ。ここなんかエキゼットって書いたんで。ここは出る？修理中や。トゥクトゥク故障中。最初突っ込んでんのか思った。ということで、入場料200バーツで入った場合は船も何も乗れないので、たくさんのお金払って船とか乗りたければ、まあ1000バーツぐらい払って中に入ればいろいろ楽しめると思います。まあ僕らみたいなこれ見てるだけでもね、面白いのでいいんじゃないかなと思いますんで。それじゃあもうそろそろ水上マーケットを後にしてホテルの方に戻りたいと思います。それじゃあ皆さんまた。Thank you. さてタクシーやな。白タク乗って帰ります。白タク。白タク。交渉してください皆さんも。